こんにちは、すずです。今回はなんと私の新車を紹介しようかなと思います。この子ね、私がね憧れていた K の箱番、メーカーがスズキのエブリー、しかも四駆です。四駆すごいよね。もう田舎最強の車を手に入れてしまいました。では早速紹介していこうかなと思います。鈴の音チャンネル。本当は真っ青な状態で車の紹介をしたかったんですけど、ちょっとバタバタっとしちゃって、もうなんていうか自分仕様にねだいぶなってきたんですけど、まあ、どんな感じにしてるのかちょっと紹介していきます。まずこのハンドル、私どうしてもねちょっと中身内装可愛くしたいと思ってハンドルをねこれ取り付けました。なんか可愛いよね。でそれからこれ屋久島って雨が多いし、私畑仕事するのでこのなんか防水シートを貼っていて、でそれからこの何シート薄い座布団に、ちょっと今ねめっちゃ汚れてるんだけど、この低身長必須の背中に引くクッションと、あの枕の位置が私には高いので、まあ、この子をね取り付けています。で助手席に結構ね荷物とか、あと私今犬を飼い始めたので、ここに、まあ、ワンちゃんがね乗っていることがほとんどです。でそれから、まあ、これはその辺で拾ってきた巨大な松ぼっくり、今どこに置くか悩んでるけど、とりあえずこの辺に転がしているサングラス、屋久島日差しが強いのでこの辺にちょっと放り投げてます。でそれから夜光貝の蓋でこれねカーナビついてないので、ここにスマホをセットして、まあ、音楽流したりそのマップを見たりとかしながら、まあ、乗ってます。で運転中私目が悪いので、まあ、メガネと、あとまあ予備のメガネも乗っけています。でそれからまあお花が好きなのでお花をここに乗っけていて、まあこんな感じですね。でシガーソケットにこれ100均で買ったこれねで充電できるようにしています。よいしょ。でそれから結構その長靴履いたりとかするので、汚れないようにこの汚れ防止のこれも早めに取り付けました。それから私身長が低いんですけど、このクッションと枕で調節して、でこんな感じで乗っています。このクッションがめちゃくちゃ良くって重宝しています。ただ低いのでちょっと車の運転が大変なんですけど、このクッションがあることでアクセルとブレーキに足が届くので、かなりこのクッション低身長の人におすすめです。私背が144センチでこのクッションがないと足がね届かないんだよね。でこれ前に押し出されるので、まあこうリラックスして運転できるようなね感じになってます。もうこれがないとめちゃくちゃ大変です。だから低身長の人は運転困るな疲れるなって思ってる方がいたら、まあ、このクッションとまあネック枕がね、アマゾンとか多分アクセサリーショップ、車のアクセサリーショップとかに行くと売ってると思うので、まあ、こういうのを使うともうめちゃくちゃ楽に運転ができます。それから車のね後方部分の紹介をしていこうと思います。ちょっとね今いろいろ始まっちゃってどちらかってるんですけど、まあ、現状のね報告です。でエブリィ 4シート4席4人乗りの車なんだけど、座席を倒すとこうだいぶフラットになりまして、今フルフラットにしてる状態で、でこの下に一応ね汚れ防止で100均で300円で、アルミのシートが売ってたので、それがね座席にぴったりサイズだったので、それをまあとりあえず敷いて、
て、これフルフラットのベッド作ろうと思ってて、今作成中なんですけど、その子をね、今、3枚買って、それにね、足をくっつけて、こう、ベッドを作ろうっていうのをちょっと計画しています。で、まあ、それからやっぱこう、どうしようって感じで、とりあえずカーテンをつけて、まあ他にね、まだカーテンついてない場所はいっぱいあるんですけど、ちょっとずつちょっとずつこう、なんて言うんだろう、良くしていこうと思って、ちょっとわわわって一気にやっている感じです。で、車の中なんですけど、今ね、改装が始まっちゃって、ちょっととても見せれるような感じじゃないんだけど、ちょっと紹介していきます。で、よく箱番のカスタムとかって検索すると、この天井を剥がして、でここに断熱材とかを入れ込んでるんですけど、私もそれをしたいと思って、で、まあ、それをやることによって夏とか冬、まあ、気温が、やんないよりはこう上昇とかね、こう寒くなんない暑くなんないみたいになるので、なりにくくなるので、まあ、断熱材を入れようっていうのと、一回私車中泊した時に雨音がうるさくって、あ、寝れないって思ったので、まあ、その防音効果もあるようなやつをね、今 Amazon で購入中で、まあ、それをまあ上に貼り付けようかなっていうプランになっています。で、私やっちまったって思ったのが、これ自分でこれね、引っぺがして、こうハサミで、切れないハサミで切ってたのよ、ここ。したらさ、めっちゃやっちゃったんだけど、切れない切れない、えいってやってたらさ、回線を切っちゃったのよ。やばくない？いや、回線切っちゃダメでしょっていう感じで、あーやばい、終わった、買ったばっかの車1ヶ月もしないで壊しちゃったと思って、で、まあいろいろね、こう動かしてみたら、ルームランプがつかないのと、あと鍵のボタンを押すとさ、全部開いたり閉まったりする機能が使えなくなってるのと、あとラジオがまあ使えなくなってるっていうのがまあ現状です。で、あ、どうしようかなーって悩んでたら、ここのね、私バイトしてる農園の人がもともと車屋さんをやっていたので、で、ちょっと私回線切っちゃって車がやばいことになっててって言ったら、見てあげるよって言われて、で、見てもらって、ちょっとこの回線のつなげ方を教えてもらったり、で、実はこの、これ直してもらったんだけど、実はこれだけじゃなくって、なんか安全装置みたいなのがあって、そこもちょっと壊れてるって言われて、で、部品をね、買ってきてあげるよって言われて、今、出かけて行ってくれたんだけど、まあ、ついでにそっちに予定があるから行ってくるよって言って走ってくれたんだけど、めちゃくちゃありがたいよね。私車のこととか機械のこととか全くわからないから、車をカスタムするぞっていう気持ちだけで動いてて、いや本当に助かってしまった、ありがとうっていうね感じです。で、まあ下手なりにね、こうお金をあんまりかけずに作っていこうと思ってて、で、今このスノコもね、この足をつけてベッドにしようと思って、昨日この足のね切り出しとかをしていて、まあこれからこうトンカチでこう打ち付けていってベッドを作ろうみたいに思ってます。で、ほんとね、こういうのって私図工の時間ぶりだから、でもうまくできんのかなっていうのは本当にわかんないんだけど、これからなんかできればニワトリ小屋とか自分の住む小屋みたいなのも、ゆくゆくね、何年後かわかんないけど作っていきたいので、もうちょっとずつ勉強だと思ってやっていきます。で、ちなみにこういう箱版のカスタムっていうのは、そういう作られてるものも、まあ、お金を出せばね売っています。まあ、安くて3万円で、もうしっかりしたやつだと10万円ぐらいするんだけど、私にはそんなお金は全くないので、まあそうね、2、3万でできたらいいなっていうのをね、今考えてやっています。まあ、ということで、私の白板生活どうなるのかみたいなのがね、今後ちょっと話していけたらいいなと思います。で、それから車どうやって買ったのって思うと思うんですけど、屋久島の島内では、白板ってかなり需要があって、めちゃくちゃ高いんですよ。で、台数も少ないし、
で、島内で買うのは現実的じゃないなと思って、で、鹿児島でね、検索してたんだけど、鹿児島も結構高くって、でも、どうにかと思って見てたら、神奈川県で、50万で売ってました。で、走行距離が購入時で2万7000キロで、めちゃくちゃ綺麗なの。で、4駆で、で、全く問題ないっていう感じなんだけど、まあ、最初ね、びっくりしたの。私これ、まあ、つまり通販で買ったんだけど、通販で買って、で、ちょっとどうにか屋久島まで届けてもらえませんかってお願いして、で、本当だったらこの、私が取りに行って、で、屋久島まで連れて帰ってくるのが一番コスパ的には良かったんだけど、私車の運転下手くそすぎて、ちょっと屋久島以外では運転したくないと思って、その陸送と船で送ってもらうのをお願いしたら、まぁ、ちょっと高いんだけど、10万円ぐらいかかっちゃったんだけど、屋久島のね、宮の浦港に、車を届けてもらいました。で、だからね、ありがたいよね。すごいよね。離島までさ、そうやって届けてくれるインターネットの時代ってめっちゃすごいなと思って、ありがたかった。で、インターネットってやっぱり、良くも悪くもいろいろあるじゃん。この実物を見れないっていうのがあるので、そこは私ちょっと悩む点ではあったんだけど、最初ね、届いてね、見てびっくりした。私、K の箱版の白を買ってると思ったの。で、画像のさ、色味加減なんだろうね。シルバーだった。え、白じゃない。白だと思ってたのに、白じゃないとかって思ったんだけど、まあ、昨日は最高だし、まあ、最悪塗り替えちゃえばいいので、まあ、いいかっていう感じだけど、まあ、色が違ったっていうのはちょっとびっくりしたな。インターネットの通販ってそうかなっていうのは思いました。私のね、現状の、まあ、家の話もすると、今、家を、まあ、築80年、10年、空き家っていう家を、1年間タダで住んでいいよって言われて、今、家賃をタダで住んでます。まあ、その代わり片付けもしたし、で、大家さんが農園で、農園のお仕事をしてるので、まあ、そのお手伝いもしてたし、あと、畳も張り替えたりしてるから、まあ、タダで住んでいいよっていうことなんだけど、やっぱ不動産を通してるわけじゃない。口約束だから、まあ、いつね、こう、やっぱ都合が悪くなったから出てってって言われるかどうかっていうのはわからないので、いつそういう風に言われても自分が困らないようにしようと思って、箱番を家にする計画をね、今やって、まあ、ちょっとずつ、快適な、家がなくなっても困らない空間っていうのを作っていこうっていう風に、しました。で、やっぱさ、家賃高いじゃん。私今まで都会でさ、家賃8万5千円とか払ってたんだけど、もう正直ね、1万円でも払いたくないってちょっと思い始めちゃって、まあ、今の段階ではね、それだったら車のローンにお金を回したいって思うから、まあ、現状では、この、家がなくなっても大丈夫ないように、していこうっていう、ふうに思って、まあ、やっています。なんか手にトゲが刺さってる痛い。まあ、そんな感じで、お金をかけないで、そういう、図工ぶりの工作わかんない。の人が、まあ、どうやって箱番を作っていくのかっていうのがね、私もどうなるかわかんないし、多分見てる人も、こんな人でもできるんだって思ってもらえると思うので、まあ、ちょっとやっていこうかなって思ってます。ということで、新車の紹介でした。頑張れと思った方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。すごい。ここの紐を持って、よいしょ、よいしょってすると、フルフラット、すごい。